ラテちゃんハッピーバースデーということで、2月16日はラテちゃんの1歳の誕生日でした。ラテちゃんをお迎えしたペッツファーストさんから誕生日プレゼントが届きました。早速開封していきたいと思います。ラテもチーノも箱を開ける前から興味津々です。ラテも1歳になり、聖猫の扱いになります。ラグドールは成長が遅く、2年で完成されると言われますが、ラテもペットショップに飾られていた写真や、うちに初めて来た時の写真を見ると、だいぶ成長したなぁと感じます。ラグドールは生まれた時は、全員全身真っ白です。この写真は生まれたばかりではないのですが、おそらく生後2、3ヶ月ぐらいのペットショップに飾られていた時の写真です。柄も色もほとんどなく真っ白ですね。そしてこれが初めて我が家に来た時の写真。ラテと畑のアイコンになっているやつです。この時は生後6ヶ月ですが、まだほとんど真っ白です。うっすらと頭の上の方が色づいている状態ですね。そして今はご覧の通り、ラテも1歳になり、頭の上の方の色が濃くなってきました。色や柄の話は別の動画でも紹介しているので見てみてくださいね。ラテが来てからまだ6ヶ月しか経っていないのに、もっと昔からいるようなそんな感覚になることがあります。毎日たくさんの刺激と癒しをくれる猫たち、ありがとう。これからもよろしくねと話しているうちに、まだ中身を取り出していない中、ラテは体をこすりつけています。何が入ってるんだろう。ちょっとこれ何よ。またたびもらった時と同じで酔っ払ってきたのよね。ラテちゃん、私も入りたいのね。どいて。やだよ、向こう行ってて。チーノちゃん、あ、ちょっとパパさんやめて。ラテがなかなか出てこないので、どかして中身を見ていきます。あ、なに、この箱がプレゼントじゃなかったの。あ、パン、パンのぬいぐるみかな。あ、なにその白猫、目がバッテン、死んでる。でもやっぱりこの箱が好き。あ、ちょっと取らないでってば。何そのおもちゃ、ネズミついてるね。僕中身よりこの箱が一番いい。この箱だけもらっとくね。あー気持ちいい。もう出ないぞここから。あ、やめて。ちょっと僕を箱詰めしようとしてるでしょ。あ、何何何、やめてってば。ちょっとどこに配送しようとしてるのよ。今のうちにこれで遊んでるのね。あー、これいい匂い。多分これから匂いがしてるんだけど、ラテちゃん気づいてないのね。もうこれはあたちのものなのね。僕もこの中で生活するからね、出さないでね。ラテちゃんまだこれが匂いのものだって気づいてないのね。これで遊べばいいのに。なんで二人ともこんなに反応するのかがわかりました。どうやらこのぬいぐるみにはキャットニップの香りがついているようです。キャットニップとは、またたび同様猫にリラックス効果を与えるハーブです。欧米ではまたたびよりキャットニップが一般的らしいです。またたびよりも効果が弱いとのことですが、 うちの猫たちはまたたびより反応が強いようです。あ、なに、匂いがするのはこっちじゃない。これ僕気に入った。おー、いい匂い、もっと噛んじゃおう。あー、いい匂いで酔っ払ってきた。え、なに、あ、これもあったの。パンじゃないよね。あれ、これもなんか匂いがする。でもさっきのぬいぐるみの方がいいかも。そんな美味しくないかな。これはチーノちゃんにあげる。あたちは遊べれば何でもいいのね。今回はこれでおしまい。あー、本当に
にこのぬいぐるみ好き。ペッツワーストさん、ありがとう。あれ、パパさんとママさんから何ももらってないんだけど。キーノちゃんは猫だから許すけど、パパさんとママさんからは何か欲しいよ。え、いつもジュールあげてるから何もあげないって。まあ確かに毎日がお誕生日のようにおもちゃとかたくさんもらってるし、